朝はね、大体セブンのコーヒーから、結構もうセブンカフェができてからかなりの確率でそのサーフィン前はセブンカフェ寄っちゃうんだよ結構もう7個で結構使ってるよ、ね、俺の体のかなりの部分をセブンイレブンのものでできてるんだよそれがいいのか悪いのか、いいのか悪いのか、まあまあ基本コーヒーだけだけどね、一番飲むのはね。はい、乗れます。じゃあ行きますよ、待っててくださいね。ちょっと入ってますんで OK です。あと20分から25分了解。もう待ちきれないでしょ待ちきれないです今日これで行こう。上着はなしですか。ん、上着はなしですか。そうね、上なし、袖なし、袖なし、日焼けしたいから、もう冬の間フルスーツだから、顔だけ、顔と手だけ真っ黒で、脱いだらすげえ恥ずかしい感じになってる徐々にもう袖を切ってって、でもう最終的に裸になってね、やれるようにでね、これ出ましたよ。一見普通のサーフキャップに見えるんだけど、ここにプラスチックの下地が入ってて、まあこれだけで売ってます。おすすめ、緑安全さんが出してるこの帽子の中につける安全キャップ、なんて言うんだろう、帽子になる、帽子がヘルメットになる、早変わりするっていう超便利な代物です。これで当たっても全然平気。これはもうおすすめです。まあフォイルに限らず、サップだったりロングボードだったり、あと混んでる時のねサーフィン、フィンでの怪我とか多いから、これしとけば、まあもしもの時頭をね、この切り傷から守れる。中に入れちゃえば全然もうそんなプラスチックが入ってるなんて分かんない感じ、もうぶつかっても全然平気です。これはおすすめです。出発。行ってくる。行ってらっしゃい。軽すぎて全然乗れませんでした。板が降りていかなくて、ちょっとサイズもね、ちょっと長めのこっちのアームストロング、これもでも 4.5 かな、短いんだけど普通のショートに比べたら。でもこっちのが浮力があって重さがあるんで、今日みたいなパワーない時は降りていくからこっちに変えてチャレンジしてます。さっき入って1時間入って、もう1本しか乗れなかったから、もう板を変えてね、アームストロング 4.5 こいつでリベンジします。
や飛べました。リベンジ成功。やっぱ板変えて成功でした。絶好調だったんじゃないですか。飛びましたよ。すごかったですよね。ルイ君が飛びまくるから負けないように、そんでまたまさかの日焼け、このフルスーツ焼けをね防止するためにこの肩出したんだけど、まさかの事象がこのタンクトップ焼けみたいになっちゃったっていうね。やばいでしょ、やばいでしょ。明らかに違いますね。明らかにこれはこれで恥ずかしい状況になっちゃった。あのこれからもう上半身裸で焼きます。完全に明らかに明らかに違いますね。やばいよね。お疲れ様です。はい、お疲れ様。今日はどうでしたか。いや今日ね、最初あの短い軽い板でね、あのトライしたんだけど、波が小さすぎてこう浮力が足りず、あと重さが足りないからこう滑ってかないんだよね、降りてかない。だからもう1時間ほぼ一本も乗れず、周りのルイ君とかはねバンバン乗りまくってんのに全く乗れなくて、やべえと思って、でまあ一回上がって板を変えて、はい、いつも乗ってるやつにしたら、まあそっちの方が重さがあるから長さもちょっと長くて重さもあるんで滑り出すんだよね、ちっちゃい波でも。でもう急に、まあ、ちょうどね波もねややまとまってパワーが出てきたから。波はちょっと変わったんですか。ちょっとね、うん、ちょっと乗りやすくなったのね、はい、そう、そんなのもあって、で板もちょうどマッチしたからいい感じに飛べるようになって、ようやく最後のね1時間は結構ストレスなく飛べた感じですね。いや今日はすごかったですね。なんか見て、本当に最初こう今回は取れ高なしかなと思ったんですけど、いやなんか、ね、本当にいつもなんか本当に今までこう見たことないぐらいでしょ。俺もなんか本当ビギナーに戻った、始めたてに戻ったぐらいの感じで、はい、でもルイさんは乗れてたから、俺はそんなにかと思ったんです。そう、まあ、ルイ君は基本的にめちゃめちゃうまいんだけど、はい、うん、にしてもここまで差はないだろうっていうのが、はい、やっぱ板が合ってなかったんだなっていう。で板変えた瞬間にもう一発目からね飛べたから、すごかったですよね。そうだからね、やっぱ本当その板とその波の相性っていうのはめちゃめちゃ重要ですね。最高でした、ありがとうございます。はい、結構これがさ、はい、あとついてるでしょ。ほう、この帽子のアタッチメントの部分が結構ずっと入って崩れちゃって、そういうことか。ここの裏に塗ってる、ワセリン塗ってない。